リパイルを折ります。まず縦と横半分に折ります。広げます。こちらの真ん中の折り目に向かって折ります。こちらの辺を真ん中の折り目に合わせて折ります。反対側も真ん中に合わせて折ります。こちらの辺をこちらの折り目に合わせて折ります。こちらの折り目で折ります。こちらを真ん中で戻します。裏返します。こちらの部分に顔を描きます。こちらで完成です。このようにここを押すと少し飛びます。